好き。ヤリス好き。はい、皆さんこんにちは。車の大戦角川しのぴです。今回はこちらトヨタヤリス、こちらをちょっとお借りしたので、外装だったり内装、まあいろいろ見ていこうと思います。で、まあちょっと前にライズの動画を撮影したんだけども、その時に車の洗いやすさ、まあ、内装の掃除のしやすさとか、その辺もちょっと見ていただけたら嬉しいなみたいなコメントもあったので、そこら辺もちょっとざっくり見ていこうかな。で、まあ、このヤリスはビッツの後継者、もともとビッツは海外でヤリスっていう名前で販売されていました。で、そのヤリスっていう名前が、まあ、日本でも使われるようになった。だからビッツのフルモデルチェンジした新しい車両だと思ってください。マツダのね、マツダ3みたいな感じです。で、まあそしたら、まあ分かる範囲でざっくり紹介していきますか。まずね、この車両は G というグレードの 1000cc のオートマを借りました。で、ヤリスはね、まあいろいろあります、グレードとか。まず2駆と4駆があります。で、大きく分けてガソリン車とハイブリッド、この2タイプがあります。で、金額はだいたい下が140万で、上が250万、まあ、100万ぐらいの差がある、まあ、それぐらいね、ちょっとグレードがね大きく分かれています。まあ、大きくはそのガソリンとハイブリッド、あとオートマとマニュアルの設定がある。そこが大きな違いかな。まあ、グレードは大きく分けて3つ、 X、G、Z で、まあ、X から、まあ、G、Z と価格が上がっていきます。なんか、まあ、ガソリンの X、G、Z、 ハイブリッドの X、G、Z みたいな感じでグレードが分かれています。なので、まあ、一番金額的に高いのがハイブリッドの Z になるのかな。で、まあ、逆に、まあ、エントリーモデル、一番リーズナブルなのがガソリンの X グレードになります。それ以外にはいろいろちょっと細かいことがあるんだけども、その辺はちょっと概要欄に、まあ、グレード表みたいなトヨタの URL 貼っておくので見ておいてください。で、この車グレードが G の 1000cc なんだけども、ちょっとねオプションとかもついています。通常の G じゃないんですよ。で、まあどこかと言ったら、このヘッドライトですね。ヘッドライトがもうオプションで変わっています。ちょっと近くで見てみますか。これがね、またね、たまらなくかっこいいんですよ。この三連の LED かな、ちょっと一回つけてみますか。あ、ここがポジションで、ヘッドライト、あ、ウインカーここなのね。ポジションと一緒だ。あ、かっこいいね、今風。いいじゃん、いいじゃん。で、このヘッドライトなんですが、まあグレードによって変わってきます。2タイプあって、この三連の LED のヘッドライトは Z グレードのみ標準装備です。けどこの車は先ほど説明した通りグレードは G です。だから、まあ標準だとついていません。ハロゲンの確かプロジェクターのやつかな、こういう3連じゃなくて1つ目玉があるようなプロジェクタータイプのヘッドライト。けど、まあオプションでね、8万2500円払えば3連の方に交換することができると。まあここはね、ほんと見た目大きく変わってくるところなので、8万円どうするか、まあ悩ましいところですね。僕はこのヘッドライトが好きです、うん、もう見た目がね、もうかっこいい。で、まあこの流れでリアですね。僕もね、ほんとね、トヨタの販売の人じゃないのでちょっと詳しいことはわからないんだけども、ヘッドライトに連動してテールも変わるのかな、なんかそんなようなことを聞いたんだけど、ちょっともう少し調べてみます。まあリアはこんな感じですね。めちゃめちゃかっこいい。あー、いいね。この開けるところもマツダ3みたいな感じで、エンブレムのこの裏側にあります。だから開けるこのドアノブがパッと見ない。この辺はまあすごいシンプルでいいね。そしたらちょっとブレーキ踏んでみます。こんな感じですね。ポジションつけてブレーキ踏む。ウインカー、まあ、ハザード焚きます。で、これバックランプがね、ちょっとかっこいいと思った。ちょっとバック入れますよ。光ってるかな。ナンバーの下のバックホグとかがよくちょっと前に流行ったんだけど、その部分、この部分がね光るっていう、これねかっこいいなと僕は思いました。で、まあ色もね、いろいろあるんですよ。ボディカラーツートンもあったりして、個人的にはなんかブルーに屋根黒の、あのね感じかっこよかったな。まあそこはもう好みなので、まあ、人それぞれ
まあ、いろいろちょっと選べるので、まあ、トヨタのウェブでウェブ見積もりってやつやれば自分でもポチポチ押しながら、あ、こういうのにしていきたいなっていうのが分かるので、もうすでに気になってるっていう人は概要欄リンク貼っとくのでウェブ見積もりでちょっと妄想してみてください。うん、かっこいいよね。どう、個人的なところで言うと、このボテッとした感じとこのリアバンパーこの感じ、これまあ純正だとは思えないぐらいちょっとね好みで、この形でこのテールがちょっとこう張り出てる感じ、わかる？まあフロントもそうなんだけど、まあリアもねめちゃめちゃかっこいい、シンプルだし、なんか無駄なところがない、変になんかゴテゴテついてる感じないから、これねいじったらかっこいいよ絶対間違いない。まあ人それぞれね見方はあると思うので、僕は本当もうパッと見でもいじったらかっこいいな、いやなんならもうこの状態でもかっこいいなと思っています。そしたらまあちょっと他見ていきますか。続いてホイールとタイヤなんですが、この G グレードは鉄筋シールホイールです。でヤリス自体グレードがどこまで上がってもこの樹脂キャップとスチールホイールで、アルミホイールはもうオプションになっていました。通常ねグレードが上がれば純正アルミがつくんだけども、ヤリスは全てオプションになります。で続いてざっくり車の高さいきます。僕の身長が持って167センチ、盛らずに165センチ、けど伸びてる可能性があるので166センチになります。この身長で、まあ、ルーフちょっとね背伸びすれば真ん中ら辺まで何も使わずにいけるかなと。で、まあ、いつも使ってる脚立これですね、使えば余裕ですね真ん中は。だからまあ非常にコンパクトか、そんなね本当大きい車ではないので外装はね非常に洗いやすいと思います。でまあ、ちょっとこれね見てもらいたいな、フロントバンパーこの辺、まあ、グレードで変わるのかちょっとわからないんですが、まあ、こういったねちょっとした模様、このミトソ樹脂がね模様がね入ってるんですよ。なんだろうねこれ、しかもねこのヘッドライトのところにも入ってるんですよ、この上のねアイラインっぽいところ、こういうところをこだわりを感じます。これが何なのか僕にはちょっとよくわからないんだけども、ちょっとねおしゃれだなと思いました。そしたら見ていきますか。よいしょ、うん、オートマですね。どうでしょう。いや普通に僕は好きですけど、シートもねこれヘッドレストが一体型なんだけども、グレードでセパレートタイプってやつもありますね。で、まあ、内装全体的に黒いんだけども、これもまあグレードによって色が若干違うのかな。で、まあ、この辺のねドアノブのこの辺立体感あってかっこいいんですよ。運転席ですね、ステアリングかっこいいんですよ。はい、始動。でこのメーター左右に丸いのが2つあります。でこのデジタルメーターなんだけども、 G グレードはデジタルメーターになっています。で Z も同じ、 X になるとアナログ、こういう針のやつに変わります。でちょっと気になったのがエアコンですね。これライズも確かねこんな感じでした。結構このフィンが、まあ、大きい、この隙間がね結構空いてるタイプで、ライズの時に、まあ、ちょっと安っぽいっていうことを言いました。なんかちょっとねスカスカ感があるのは確かなんだけども、まあ見方を変えて掃除のしやすさで言うと、まあ掃除しやすいですね。もうこう指入るぐらいですから。でフィンがねこう細かく、これまあ2段あるんだけど、まあ、4段5段ってあると、ここのねフィンのこの角掃除しにくいんですよ。で横幅もね狭かったりするので、確かに見方変えれば違うね。はい、そしたら続いてセンターラインですね。まずナビ、こう上にちょっと出るタイプのナビです。その下にちょっと若干下がるとトレイがあります。ここはまあ携帯とか置く感じになるのかな、まあ人それぞれですね。でそのまま下がっていくとエアコンパネルがあります。でシフトがあって、でここに USB ですね。であと、まあ、ここら辺ちょっと空きスイッチになってるんだけども、シートヒーターかな、これ多分オプションで付けられると思います。でここもトレイですね。でその奥シガーソケットがあると。でこのまま下にグーッとこう下がってくるとシフトノブがあって、サイドブレーキで、これがドリンクホルダーで、ここにトレイなので、まあ肘掛けみたいな、そういったまあセンターコンソールはないです。結構ねシンプルな感じで、これがまあ運転席側のドアのところなんですが、結構ねごつい
そんなね邪魔になる感じではないんだけど、なんかちょっとね複雑な感じで個人的にはかっこいい、ここの形がかっこよくて買うっていう決め手になる人は多分いないとは思うんだけど、空洞感がいいな。あとねなんかここら辺のパネル、まあ、ちょっと外してないかわからないんだけども、多分ねトヨタだから簡単に外れると思うんだよね。でこの場所ごとで車外で色変えられたらいいな。例えば全部青とかでもいいんだけど、黄色緑とか自分だけの車みたいのを作っていけるようなパーツがちょっと販売され始めたら面白いなとは思ってますね。あとこれね取れんのかな、この白いのね、この色もねちょっと変えたりしたら面白そうだよね。あとここがね結構エコタイプ、この車は今日なんかねあんまチャッチー感しないんだよね。これはこれで好き。あと助手席ですね、この前のところにこれが一応あります。でここも白いない、うん、でもちょっとね収納はそんなないかな。前で行くとここドリンクホルダーになってます、このドアで。あとはここにトレーがここにも1個あるでしょ。であとは、まあ、ドリンクホルダーがここにあって、ここにもトレーがあります。あとここにも、まあ、大きめなトレーがあります。これぐらいなんですよ。ここに、まあ、隠し扉が、まあ、あるわけでもなく、あとはグローブボックス、まあ、そんな大きいグローブボックスではないね。でこのサイド、ここにも特になんかポケットがあるというわけではないかな。収納はそんな多くはないですね。でまあお掃除で言うと、このドアパネルの下のこのドリンクホルダーね、ちょっとね見えにくいと思うんですが、このドリンクだけではなくこの奥もちょっとつながってて、ここがまあ狭いで、まあ、覗くのも大変なんだけど、こういうところね結構掃除しにくい、奥まってるところちょっとねお伝えしづらいんだよね。この細いのこれがね奥30cm-35cm ぐらいつながってます。こういうとこね結構ほこりたまるんですよ。もうお掃除の観点で言うとここはねちょっとね掃除しづらい。その他のこの辺はちょっとゴツゴツして入り組んでるんだけども、そんなね面倒な感じはしないですね。で内装も、まあ、さっき見せたんだけども、まあ、センターコンソールとかも結構シンプル、特にそんな何かがあるってわけでもないので、お掃除はねしやすそうですね。この車コンパクトカーだから乗り降りするときに、まあ、後ろにマックス下げて乗り降りできるよ。この前後するようなやつのレバーがこう棒ついてて、これもね動画で紹介されてた、自分の位置を記憶してくれるんです。で次乗った時にそのレバーでこうキュッてやると自動ではないんだけど、その記録した位置で止まってくれる、まあ、そういうのがあったり、あとまあ女性の方もねやっぱ多く乗る車だからスカート履いてるとこう足が開かない、僕ちょっとねスカート履いたことないから分かんないんだけど足が開かないみたいなんですよね。そうするとこう降りるときにこう体をずらさないといけない、でこう降りる、なんかそうみたいなんですよ。こういう人のためにこのシートがこう動くねオプションみたいのがありました。あれもすごかったね、なんかレバーみたいのがあってウィンウィンってこうもうずれてくれるんですよ。でもうそのままこうピュッと、あら今日どこ行こうかしらつって出れる、そういう機能もねありました。まあいろいろあるんですよ、すごいね。マックス下げた状態なかなか窮屈そうですね。これは足、あ僕でね足がちょっと膝小僧がね軽く当たるかな、すねもねちょっと当たってるような感じ、まあ、狭いっていうかまあ当たるんだけど、そんなね思ってた以上に圧迫感はない。ちょっとこのシートを僕のサイズに合わせます。あだいぶ広がったね、あ全然違う、うん、もっとね狭いのかなと思ったんですよ。けどこのシートがこう下に下がってるので、その分ちょっと姿勢悪いけどこう入り込むっていうのかな、だからこの姿勢もう背もたれが急だと顔が前に出るんですよね。そうすると結構圧迫感あるんですよ。けどまあ背もたれがまあ若干斜めになってて、このお尻のところが結構くぼんでいるので、こう下にこうスポッて入る感じ、そうするとこの顔との距離感これ保てるので、うん、圧迫感がないですね。そしたら荷室を見ていきます。じゃじゃんじゃんじゃん、どう、まあ十分じゃないかね。そしたらトランクにいつも通りゴルフバッグ乗せてみようと思います。横できついね結構、あ無理だわ横は、ってなるとシートを倒すしかないね。こ
ここがねもうちょいえぐれてれば入ったけど、こうすれば乗るか。まあ、サイズ感はこんな感じですね。ちょっとしたお買い物とか、まあ、荷物を乗せる程度だったら全然問題ないです。あ、これ起こすと入んないや。なるほどね。まあ、こういった洗車バケツ、まあ、こういう荷物だったら全然余裕で入りますね。何ら問題ないです。で、あと後ろのハッチのところなんですが、ここなんかフェルトでだいぶペコンペコンな感じですね。だからこの辺もなんか車外でなんかあったら面白いね。あとまあ自分でねなんか作れそう、まあ、切ったり、あとまあ他の素材木とかでここちょっと寸法測って穴開けて、でちょっと LED つけて下照らしてみたいな、そういうこともできるね。けど現状はペコンペコンです。はい、そしたらエンジンルーム見ていきます。まあ、見てもね大して分かんないんだけど、どんな感じか。ドドンとだいぶちっちゃいエンジン、それはね分かります、うん、コンパクトで3気筒ですね。これがちょっと上から見た感じなんですが、手前の方ね、まあ、この辺見てもらえば分かりますが結構隙間があります。でこのベルト付近、この辺もだいぶ隙間があります。だからまあ整備もしやすいだろうし、まあ、ぎっちり詰まってるとこの辺ね結構拭きたくても拭けなかったりするので、まあ、お手入れはしやすそうで、まあ、エンジンも結構小柄で、先ほどね車検証を見たら車両重量が970キロ1トン切っています。だからまあ軽量化するためにリアハッチのフェルト、ペコンペコンって言ったのもあえて、まあ、ああいう風に1トンを切るためにやってるのかもしれないね。今日まあちょっと猫気になるね、冬場、まあ、アンダーカバーないから下丸見え、まあ、それぐらいかな僕が分かる範囲で言うと。そしたら実際にちょっと走ってみようと思います。まあ実際に走ってるんですが軽い、あとまあ 1000cc 感はあるね。ちょっと踏んだ時そんな力強い感じはしない。でも街乗りだったらもう全然十分で、ちょっとね足はねコツコツちょっと硬いかなけど、まあ、そんなストレスを感じるほどでもない、もう言うならばって感じでね。もうほんと乗用車としてはもう全然十分ですね。僕そんななんかこだわりがないからな、足に関しては快適に乗れればいいなって感じ、ストレスを感じずに。まあ新しい車両だからそこはね全然十分ですよ。あ、エンジン音そうですね、聞こえないね。ボンネット防音シートとかなかった割には静か、うん、文句なし。はい、到着しました。で一応乗ってきたんだけども、他にちょっと気づいたことちょっとあったので、そこら辺をお話しして終わりかな。このバイザーのところのバニティランプっていうのがトヨタ車結構ついてるんだけども、ライズにもついてなかったです。で、このビッツにもついていない。でこれはまあ女性オーナーで必要だっていう人もしかしたらいるのかもしれないけども、まあ、ここでね買う買わないは決めないのかな。であとね SOS ボタンっていうのがルームランプのところにあります。はい、こちらは分かりますかね。このルームランプ前側のマップランプのところにこの SOS っていうボタンがあります。これは、まあ事故や急病、あと、まあ、ホームページに書いてあったのは煽り運転で困った時にこれを押すと専門オペレーターが警察や消防に取り次ぎ緊急車両の手配を行ってくれると。で煽り運転などのトラブルの時も警察へ状況に応じて通報してくれると。まあ最近ね煽り運転とかも結構ね問題になってるからありがたいんで、どういう風になんだろう、まあ、押したい欲はあるんだけどやめておきましょう。まあこういうね装備もありますぐらいかな。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はヤリスをちょっとお借りしたので実際にまあ乗ってまあ中を見たり掃除のしやすさとか外装を見たり、まあ、ちょっといろいろしてみました。で、まあトータルで僕個人の感想としては欲しい、
ヤリス欲しいと僕は思いました。で、まあ掃除のしやすさで言うと、まあしやすいね。まあ背丈も、まあ、1.5 とかで、まあそんなね細かいねグリルとかもないので、まあ洗いやすそう。で、中のあのドアポケットのところがちょっとね、あんま僕は好きじゃないんですよ、ああいうの。あんまね、あの隙間、本とかを入れられていいかもしれないんだけども、ドリンクだけで丸とかの方があの掃除しやすいから個人的にはいいんだけども、まあ総合的に僕は好きです、ヤリス。もちろんね、こう乗った感じね、なんだろう、高級感だったり特別乗り心地がいいわけではないんだけども、この空間もね、広すぎず狭すぎず。で、まあ一番はまあ見た目が好きですね。シンプルで、まあいじったら結構かっこよくなりそう。で、まあこうなってくるとハイブリッドもね、正直ちょっと見てみたい。あとマニュアルの方を見てみたいでしょ。あとは GR ヤリス、まあその走りにこだわりは全然ないんですよ僕。けどどれだけ違うのかっていうのはちょっと一回ね乗ってみたいなっていうのはあります。でもちろんね、グレードによっていろいろ違います。まあオプションもねいろいろあったりするので違うと思うんだけども、僕は欲しい。今回まあ G160万でしょ。いいね、かっこいい。ただただ見た目がかっこいい。で、僕はね、あのやっぱヘッドライト3連 LED のね、あれがかっこいいな。全体的に見た感じ、後ろから見た時もかっこいいんだよね。なんかね、あんまないんですよ、その前から見た時も後ろから見た時もかっこいい。で、まとまってるっていうのかな、バランスがすごいいい車、そんな感じを僕はしました。で、車重を軽くするためなのかちょっと分かんないんだけど、後ろのリアハッチのあのフェルトの部分とか、まあ、チャッチー感じはあったんだけども、あの辺もまあ社外品出てきそうだし、まあなんなら自分で DIY でなんかやるのもありだし、まあそういった意味では面白そう。内装もねちょいちょいちょっといじってったら面白いんじゃないのかなと思っています。まあこれはもうあくまでも僕個人の感想、これがね当てはまらない人もねもちろんいると思います、まあ、それはまあ人それぞれなんだけども、まあ実際に内装とかねいろいろちょっと撮ってみたので、まあその辺をちょっと見て、まあ購入する時のちょっとした参考になればいいかなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。